二代目、妙景会館と妙景、ビル初代の妙景会館妙景会館とは、筑波大学及びその前身である、東京教育大学、東京高等師範学校の同窓会、社団法人、妙景会の施設である。2015年により、管理運営が株式会社シーズンに移行し、同社はかの宮尾妙景館の名称で、結婚式場、レストラン、カフェとして、 運営を行っている、所在地は、東京都文京区大塚市の5の23。旧妙景会館は、総合活用が出来品のある、モダン建築で、都内でも、学士会館と共に、地元で愛される代表的な建築物であった。社団法人日本建築学会、歴史的建築リスト整備活性省委員会、歴史的建築総目録データベースによると、旧妙景会館内部には、 ステンドグラスがあり、茶色のスクラッチタイル張りで、石張りの玄関ポーチも柔らかい印象で、一部にアーチのついた小窓が並んだ外観は、全体の収まりが良く、通りの街路樹の緑と相まって、街路の建築と呼びたくなる、絵になる物件だった。旧明景会館は老朽化のため惜しまれながら、取り壊され、明景会館と明景ビルという二つの建物に改築された。 この改築の結果、妙景会は財政状況が悪化し、同窓回避収入の4割を妙景会館の維持経営費に咲かねばならない状態となってしまった。そこで妙景会は妙景会館の管理運営を株式会社シーズンに明け渡し、同社は2015年8月30日からかのみやび、妙景館の名称で結婚式場、レストラン、カフェとして運営を開始した。 このため、同窓会館でありながら同窓会関連の会合での会場の優先利用権がなくなり、会場の使用料も徴収されることとなった。その結果、一度は、病警会と合流した、旧図書館情報大学の同窓会、立花会は2015年度をもって、病警開始部から退会することとなった。ありがとうございます。